ゴールデンアイ007は1997年にニンテンドから発売されたニンテンドウ64用ファーストパーソンシューティングゲームである。開発はイギリスのレア。映画007ゴールデンアイをゲーム化した作品である。2010年には別の開発元が制作したビーバンが発売された。同映画をモチーフとしたものとしてはゴールデンアイダークエージェントも存在するが、 ストーリーは全くのオリジナルであり、関連性はほとんどない。プレイヤーはイギリス諜報機関、ミマイナス6の工作員、007イコール、ジェームズ・ボンドとして、数々の指令を受けながら、衛星兵器、ゴールデン・アイの秘密を探っていく。基本的なストーリーは映画版と同一であるが、一部ストーリー展開が異なっていたり、ゲームのオリジナルステージも登場する。レアによる、 映画007ゴールデンアイのゲーム化企画は映画及び原作に感銘を受けたマーチンホリスがニンテンドーヨーロッパからスーパーファミコン及びバーチャルボーイ向けソフトとしての開発資金供給を受けたことから始まった。しかし、レアは同時期にオリジナルの立ち上げを計画していたことや権利の多くを映画会社側が保有することなどを理由に開発には消極的な姿勢をとっていた。 また、開発着手後も発売に適した映画公開やテレビ初放送の時期を逃したり E3 でも注目を集めることができなかったため開発チームの士気は非常に落ち込んでいたという。なお、バーチャルボーイ版は本体の売り上げ不振に伴い開発が中止されている。その後、ゲームボリュームの拡大等に伴いプラットフォームを任天堂の新型機へと移行した。 本作はもともとバーチャコップ風のレールシューターとして開発が進められていたが新型機のコントローラーにアナログスティックが搭載されることが明らかになったためこれを活用する移動やエイミングの機能を追加したことでファーストパーソンシューティングにジャンルが変更されたマルチプレイ要素は開発のタイムリミット寸前に追加されレアの上層部も実際に目にするまで存在を知らされて いなかったという。当時家族向けゲームの開発に重点を置いていた、ニンテンドーにとって、諜報員の活動を描く、ジェームズ・ボンドは、非常に暴力的なフランチャイズであった。ホリスによると、宮本茂は本作について、殺人が、クローズアップされすぎている、殺人だらけの、このゲームが、悲劇的すぎるのに点を指摘し、ゲームが終われば、病院に行って、 敵全員と握手するようなゲームにするのはどうかなと提案したという。この提案自体は採用されなかったが、実際に流血表現の緩和など、暴力表現の抑制が加えられた。2006年、任天堂アメリカ社長、レジナルド・フィサメイが本作を Wii のバーチャルコンソールで配信する計画の存在を明かしたが、以後の続報はなかった。2007年、 開発元のレアが公式サイト上の Q&A コーナーにおいて本作がバーチャルコンソールに登場する可能性についてコメントした。この中では実現不可能ではないとしつつ、レア自体の売却や本作の権利が様々な企業に移り変わったことに触れ、実現の可能性が非常に低いことを示唆している。2008年には Xbox ワールド360市にて、 Xbox 360の Xbox Live ーケードでのリメイクが発表されたが、Xbox Live 半元であるマイクロソフトゲームスタジオは、その発表を噂に過ぎないとして否定した。2016年未発表のままだった Xbox 360向け HD リマスター版のプレイ動画が YouTube にアップロードされた。これに関連し、 マイクロソフトの Xbox 部門ヘッドであるフィル・スペンサーは Xbox 360でゴールデン・アイ・レイ・レイ・が本当に開発されていたのかという質問にツイッター上で回答したスペンサーによれば Xbox 360向け HD リマスター版のリリースはコードなどの技術的な側面ではなく権利上の問題のため困難であったという2021年 この Xbox 360向け HD リマスター版のデータがインターネット上に流出した。シングルプレイヤーとマルチプレイヤーどちらもほぼ完全にプレイ可能であったという。オリジナル版の開発に携わったデビッド・ドークは BBC の取材に応じオリジナルのゲームが未だに愛されており。 発売から25年近く経った今でも多くの人々に喜びを与えているのを見ると心が温まります。今回のリマスターのリークに対する騒ぎはゴールデンアイ007の影響力と永続的な遺産の大きさを物語っていますと語った。結局、正式なリメイク版の発表は2010年になってからだった。2018年頃からはファンによる非公式のリメイクとして ゴールデンイ25の開発が行われていた。同作はアンリアルエンジン4を用い、無料プレイ可能とされていた。2020年8月、ジェームズ・ボンド作品関連の権利を保有する MGM とダンジャックからの連絡を受けて、開発中止となり、以後はジェームズ・ボンドシリーズに関連する描写を取り除き、1990年代の FBS の精神を受け継ぐオリジナル作品として、 開発を続けていく旨が発表された。ストーリー上のつながりを持つ続編は存在しないが、本作のゲームエンジンを受け継ぎ、本作の開発チームによって制作された、パーフェクトダークという続編的な位置づけのゲームが2000年に任天堂 t e n 64用ソフトとして発売されている。ゴールデンアイオタイトルに関するソフトは2006年まで権利を有していた。 エレクトロニックアーツから様々なハードで発売されているが、それらはいずれも本作や映画版との関連を持たない。コースごとによって様々な任務が用意されているが、内容によってある、程度分類できる。中にはミッションを完了することでゴールになるステージがある。それぞれの組織に属する人物に分けて記述する。なお、ミッション8.9については、映画では、 ロジャー・ムーアが007を演じているが、今作では通常ステージと同じく、ピアース・ブロスナンをモデルとした007が使用されている。銃器のみならず、金属を引き寄せる電磁石時計やレーザー時計等の秘密兵器が登場する。これら特殊武器を除き、オリジナルに似せたゲーム独自の名称が用いられている。初期装備の他に敵兵を倒すと、その使用していた武器を入手でき、 すでに手に入れた同じ武器を拾った場合は弾薬のみ入手するが、その敵が二丁装備で使用していた場合は、同様に二丁目の装備として入手できる。以下、武器として使用できる装備のうちお楽しみモードを使用しても二丁装備が不可能な武器はお表記。以下は、特定武器の所持が可能になるモードである。両手が書いてある場合両手に所持することが可能。 任天堂64版のテレビコマーシャルには、共に映画評論家である浜村淳と水野春夫が出演していた。内容は、ジェームズ・ボンドのテーマをバックに浜村と水野が007ごっこをするというもの。ナレーションも、この二人が担当した。なお、CM では本作を007ゴールデンアイとしてタイトルコールを行っている。以下が。 CM のナレーション2010年6月の E3 において、半券を得たアクティビジョンブリザードによる Wii リメイク版が同年11月に発売予定であることが発表された。Wii 日本語版は任天堂が発売した。発売に合わせて、クラブ任天堂の景品として、ゴールデンクラシックコントローラプロが700ポイントで入手できた。テレビ CM では、ジャルジャルとシズルが出演し、 ローカルプレイによる4人対戦を行っている。以下は64版からの変更点である。DS 版は Call of Duty DS 版をベースとしており、操作性はこれに近い。コミコンインターナショナル2011で HD 機である PS3 と Xbox360 への移植が発表され、海外では2011年11月にゴールデンイレ0ーレーナ7 リローデットのタイトルで発売された。日本では未発売。1995年公開された映画版と同じゴールデンアイだが、映画版のティナターナーではなく、ニコールシャー・ジンガーが歌っている。ゴールデンアイ007に関するカテゴリー、ゴールデンイレレーナナ、リローデットに関するカテゴリー。ありがとうございます。